江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からの紹介でございます。渓谷民、野球はどれだけ国の誇りをかけても韓国が日本より強いという人は一人も見たことがないですね、というスレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。それではスレッドの書き込み見ていきましょう。くーちゃんお願いします。これはサッカーとは少し違う点です。サッカーでは海外で誰もが日本渓谷と認めてもベストは我々の方が強いとガンガに主張する場合が非常に多いです。しかし野球では国際大会で時々日本を倒してもコアなファンですら戦力自体は日本渓谷が正しいとみんな認めていました。サッカーファンと野球ファンの間にどんな違いがあったのでしょうか。おお、野球はみんなあれなんだ、野球の韓国の野球ファンは日本に対してもうあれなんだ、お手上げ状態なんだ。気持ち的にはサッカーファンはいや、ウリがウリがと言ってんのか。おお、なんだろうね。じゃあこちら、あ、結構の反応言ってみましょう。はい、1人目。 KBO で無双していた外国人選手が日本に行ってほとんど退場される。これだけで説明が終わる。キムテギュン元千葉ロッテが日本の社会人野球の最上位チームは今のままでも KBO でも中間以上の順位だと言っていませんでしたか。インフラが圧倒的なのでしょう。もう全く対抗できないですよね。さらに大谷は神クラスですし、野球ではそれが事実です。サッカーでは日系戦をやってみると戦力は似ています。今では圧倒的な差ですが2000年代にはそれでも時々勝っていましたよね。その時代でもコアなファンですら戦力は日本渓谷が正しいと認めていたという話です。野球は今では対戦成績が偏っていますが、プレミア12の第1回大会の時点では互角でした。それでも誰も渓谷が上だとは言いませんでした。以前はエース級の選手たちを絞り出して大会に出れば短期戦では競えることができましたが、今では短期戦でも対抗できる選手がいません。投手の球の速度からして明確に違いがあります。アトレキシからして違います。サッカーは2010年までは渓谷が強かったです。ワールドカップ出場式を行う日本のホームに行って叩きのめして帰ってくるくらいでした。サッカーの逆転は2011年のアジアカップを基準に日本が渓谷を上回りましたね。でも実際にベストメンバーで対戦したらどちらが勝つかは分かりません。渓谷の方がトップクラスの選手を多く抱えていることもあります。サッカーは得点が少ないのでレベルの違いが目立ちません。下位チームでも守備に徹してカウンターで強豪チームを倒すことができます。得点が多くなるバスケットボールのような競技にはそうした変数がありません。以前はエース級の選手たちが大会に出て短期戦で対抗できたが、今ではそれすらもできなくなっています。野球、日本のリーグのレベルがかなり高く、大谷やダルビッシュなど日本のトップ選手、渓谷のトップ選手なので渓谷野球が対抗するのは難しいです。サッカー、アジアカップの優勝回数は日本が多いですが、ワールドカップの記録は渓谷が上で、決定的にトップ選手のレベルでは渓谷がかなり高いです。実際日本のサッカーが本格的に発展したのはそれほど昔のことではありません。野球は100年の歴史があり、日本人の魂が込められたスポーツです。野球、日本は歴史もインフラも圧倒的です。日本の野球は国技であり、1億を超える国民が楽しんでいるスポーツなので、渓谷がこれだけ対抗できること自体が奇跡です。いや、そこまで野球1億人。野球は昔から日本がはるかに上で渓谷が追いかける立場でした。サッカーは昔から渓谷が上で日本が追いかける立場でした。追いかける立場で遅れを取ったと言われても気にしませんが、追い越される立場で逆転されたと言われると気に障ります。だから野球では日本に遅れを取ったと言われても納得しますが、サッカーで日本に遅れを取ったと言われると気に障り黙っていられないんです。ああ、そういうのがあんだ。ただ単に実力差です。あれだけやられていて渓谷が上だという野球ファンは精神病でしょう。サッカーは何度か対戦すれば勝つこともありますが、野球はもう10試合やっても0勝10敗になりそうです。それでも大谷や山本が一度に出てきただけで、大谷が引退する頃には少し差が縮まるのではないでしょうか。投手の制球力、球威、球速だけを見ても差が感じられます。渓谷人が NPB や MLB に進出した時、日本人が MLB に進出した時の成績を比較しても、
サッカーはそれでもソン・フンミン、キム・ミンジェ、イ・ガンインなどの選手層が日本には及ばなくてもトップレベルでは確実に上回っていることがわかるので競り合えるという意見には一部同意します。しかしサッカーもこのままいくと日本からソン・フンミンやキム・ミンジェ級の選手が出てきたら差が広がるだろうと思いますが、野球ほどではありません。私は国粋主義が大嫌いですが、サッカーで無条件に日本が上だというのは少し日本寄りに感じます。似たようなレベルですが、自国民がうちの方が上だというくらいは問題ないと思います。変に人土権が最高だとか戦闘民族だとかいうのは本当に全身に鳥肌が立ちます。コメントにもありますが、サッカーは試合数も得点も少なく、実力差を客観的に証明する方法が少ないです。対して野球はサンプルが多いので。KBO はたった42年の歴史で歴史がありません。サッカーはやってみないとわからないですが、野球は確実に差があります。サッカーファンの中には左派民族主義の愛国者が多いからです。あ、そういうのあんの。へえ。ここだけのコメントを見るとまるでサッカーが日本に勝っているように思えますね。現実はサッカーでも日本とやると0対3で負けます。野球と同じように差があるのがサッカーです。野球は記録のスポーツなので、数字を読むだけでも我が国のトップ選手が日本のリーグで全員失敗していることがわかります。 KBO で活躍していた KT のロハス、元阪神が日本に行って失敗し、また KBO に戻ってきて今は活躍しているのを見ても。そっか、野球は結構データが出るよね。そういえば野球はもともと一度も先行したことがないですからね。サッカーはまだ日本との対戦成績で我々が勝っていると聞いています。もちろん昔の成績ですが、最近の対戦成績や現在の状況では日本がはるかに強いですが、とにかくデータ上で分かっていた時期が存在します。その差です。野球では勝ったことはありますが、追いついたことはありません。サッカーでは先行していた時代が存在します。日本の国技が野球です。1億を超える男女すべての国民が野球を楽しみ熱狂しているのが日本の野球です。我々がこれほど競り合えていること自体が奇跡です。野球楽しんでねえよ。1億日帝時代にベーブ・ルースが日本に行って日米オールスター戦をしたのが日本です。よく知ってんな。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。この辺からいこうかな。日本では永遠のライバルとか言われてるで。強いと思うなら試合見に行ってやれよ。どっかで日本は大谷一人がすごいだけで、あとは大したことないって言ってたぞ。そういえば外国人 MLB 選手は契約更新できるか怪しいらしいじゃん。サッカーはジャイアントキリングが起きやすいから競ってるように見えるだけ。大谷さん見たらわかるやろ。ホールランキング争いいつもしてる投手やぞ。それ以外もキラ星のごとくメジャーにいるし。渓谷さんが問題提起してくれたから厳正なジャッジがデフォになったんじゃないですかね。不正すごかったあれが誇らしいんだっけ。なんで野球の話してるのにサッカーの話を詳しくしてるんだよ。サッカーファンと野球ファンの間にどんな違いがあるかってとこだね。ワールドカップの記録って2002年のこと言ってんのか。あんまりそれ言わない方がいいぞ。特に欧州では。まあ野球の例えが大体の人に通じるから1億人が楽しむも過言ではないかもね。お前らの投手が絶対的に打たれるんですね。わかります。賢さが足りないでおなじみのキム・ミンジェ。もうソン・フンミンは加工千万だからそっとしてあげようよ。サッカーでも海外で活躍している選手数を比較したら答えが出ているでしょう。野球はボールの回転数まで数字で出ちゃうからね。野球は本当にいろいろデータが多いよね。なんかね、1ヶ月もあればデータで丸裸にされてからが本当の勝負だからね。昔は野球が延長するとアニメが潰れるから嫌いだった。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。